こんにちは、わしみです。今日もご質問いただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、いつもありがとうございます。質問させていただきたいことがございまして、メッセージより失礼いたします。私は以前わしみ先生の無料講座を受けさせていただいたものですが、有料講座と無料講座はどう違うのでしょうか。YouTube でもたくさんの素晴らしい情報を私たち視聴者、読者に、お分かちくださっている上に、インストラクターの方々のご著書など、お勉強させていただくだけでも、十分私自身としては、効果を感じております。このままもっと研究を深め、他の様々な要素も取り入れ、自分なりのセラピーを確立すれば仕事として成り立つのではなかろうかとずうずうしながら思うことがあります。もちろん佐藤式リンパという言葉をお免状を持たない者が使用するのは、法に反するということぐらいの常識はございますが、私の気になる点はそこではなく、有料の講習は無料の講習では教えていただけない何か秘策があるのでしょうか。と申しますのは、自分で顔や体をケアしたとき、ちゃんと効果を感じるのですが、以前無料講習で鷲見先生に、顔ほんの短い時間タッチしていただいただけで、帰りの車の中で、頬がピンク色になって血流が良くなっている感じがしたのです。ひょっとしたらその時の体調や気候によるものだったのかもしれませんが、あれはその後自分でケアした時の感覚では一度も得られなかった体感だったと、今再認識しております次第です。そこでふと思ったのですが、何か気候のような、微弱電流の流し方を佐藤式リンパのお免状を持つ方々は取得されているのでしょうか。無料講習では有料講習では、そういう秘策を教えてくださるのでしょうか。今すぐにリンパケアの専門家になろうという意図があるわけではない、私からの率直な好奇心あふれる質問であるということを前提で、もし差し支えなければお答えいただけますとありがたく思います。企業秘密でそこは公開できないということであれば当然のことながら、それは納得いたします。これからも鷲見先生の動画やブログを楽しみにしております。また佐藤先生のものも、非常に興味深く拝読させていただいております。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます、ということでした。で、質問ですね。質問の内容としては、無料講習会と有料の講習会の違いは何かありますかということなんですけども、違いは、無料は無料で受けるやつで、有料講座は、お金を払って受ける講座という違いですね。で、あと、有料の講座ですね。セルフケア講座以外でしたら、ディプロマっていう、認定書が付くようになって、で、一応そのやり方が決まっているので、人に、例えばリンパケアの初級とか上級とか金色だったら、人に施術をする方法を学ぶ場になりますとか、理論を学ぶ場になるので、人に施術をするということになると思います。で、無料の講習会で、一応僕の方がやってる、無料の講習会のやつのやり方としては、まず、セルフケアのやり方をしたりだったりとか、施術だったら僕が施術を行う、施術のデモですね。デモを行ったりはしていきますので、その辺がちょっと違いなのかなと思います。で、あともう一つが、あれですね。何か秘策みたいなものがあるのでしょうかというんですけど、秘策は特にないです。秘策はなくって、別にやってることは変わんないです。無料でも有料でも、有料の講座だったら、そのやり方を学んでいただくっていうだけになります。ただ気候のような微弱電流の流し方みたいなことはしないです。ただちょっと誤解というかあれなんですけども、微弱電流は生きてる以上みんな必ず流れてるので、なのでその微弱電流はみんな生きてる以上必ず流れるし、あと超微弱刺激っていう言い方をするんですけど、その超微弱刺激にがちゃんと伝わるように、撫でようねとか触れようねっていうのは意識しながらするようにはしていってます。ただこちらの方は別段その YouTube とかブログとか、無料講習でもやってることは同じなので、特に差は、差はその無料で、やる内容と、有料だったらディプロマがついてやる内容が決まってて人に施術をする方法ですよっていう違いがあるぐらいかなと思います。なので特に何ですかね、そのところはないです、ね、そういう感じで思っていただくといいのかなと思います。なので、
とまあそれですね、弱い刺激でやってるんだよって、その何ですかね、人にだね、僕がその無料の講習会でやった後にそういう変化がありましたよっていうことなのは、もうおそらく僕の方が弱い刺激でお家でされてる時はちょっと強いのかも知れませんので、まあ、その弱い刺激で触れていただくとか揺らしていただくっていうことをしてもらうだけでも多分変化があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。